忘れた。 なぜ白き月の落とし私は私の邪魔をする。私は白き月と一つになりたいだけなのに。白き月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が 白き月を変えてしまったのか。それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白き月の方だ。 私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。 攻撃を開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。チクショウ、数にまかせてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。被害状況は？ オーバーロード。し始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファームの時の二の舞じゃぞ。エンジン出力低下。このままではクロノブレイクキャノンへのエネルギー供給がストップします。司令、攻撃衛星5機こちらに突っ込んできます。 エルシオールがダクトさん、いけない。このままじゃ直してみせます。 すごいじゃないか。バニラ、すごいじゃないか。バニラ、いえ、それより早く黒き月を。了解、エルシオール全速前進。 ナノマシンにより、Dブロックの修復完了。よし、抜けたぞ。今なら黒き月のコアを狙える。 エネルギー100%、 充填完了です。発射準備、照準合わせ。 黒き月、クロノブレイクキャノン発射！ <音声><音声>
わったな。黒き月は消滅したんですね。やったやった、私たちの大勝利よ。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは公国の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。私は自分のなすべきことをしただけです。いえ、タクトさんが無事で何よりでした。これで戦いは終わったのですね。はい、タクトさん。そうか、もう出発するか、タクト。そうかの、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで、唯一の皇族であるシバ王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。まあ、おかげでこちらは大変じゃがな。クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。これでしばらくは会えなくなるの。名残惜しいが、辺境にはまだエオニア軍の残党がいる可能性もあるからな。それに黒き月のようなロストテクノロジーがまだ存在しているかもしれん。お前たちにはそれを探索してきてもらいたい。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。見送りに行かなくてよかったの、シバ。はい、ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時にはあなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは漠然としすぎていて、ですが一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。この戦いは実に多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や
皇族の方々、私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ、それは決して忘れてはならないと思います。彼らのために、そしてこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。そろそろ出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない、タクトらしいと言えばらしいけどね。辺境調査は気の長い任務と聞いていますわ。もし途中で退屈になったらいつでも白き月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですわ。世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。辺境まで出かけと言ってあるかどうかもわからないロストテクノロジーを探すなんて、タクトもほんときつい仕事に好かれてるらしいねそういうタクトだから心配はしてないさ。あんたならやり遂げるって信じてるよ。短い間に随分成長したもんだね。なんだか嬉しいような寂しいような複雑な気分だよ。あの、ところでバニラはもう、私たちの間のお別れはもう済ませたから大丈夫だよ。バニラなりに気を使ってるんだろうさ。そうですね、会うとまたお別れが辛くなっちゃうし。本人がタクトと辺境調査隊に同行するって決めたんだから、笑って送り出してあげましょう。タクトさん、バニラさんのことをよろしくお願いしますわ。エルシオール、まもなくトランスバール本線の重力圏を離脱します。宝箱の中身は綺麗な宝石ばかりとは限らないがな。バニラさんなら展望公園だと思います。行ってこいよタクト、ブリッジなら俺がいるから問題ない。はい、こちらです。クジラルームから散歩に連れてきていたところなんです。これが宇宙マルハチドリです。こっちが宇宙ミンク、それに宇宙ウサギです。私もこの子たちのことが好きです。みんなとても元気がよくて、あ、こら、つついちゃダメくすぐったい。そうですか、自分では気がつきませんでしたが、そうかもしれません。でも私が変わったとしたら、それはタクトさんのそばにいたからです。タクトさんと一緒にエルシオールにいられて、動物たちに囲まれて、この旅はいい思い出になりそうです。あ、そうですねタクトさん、
ったし、嬉しいです。ありがとうございます。ずっとそばにいさせてください。これからも。私の邪魔をする。私は白き月と一つになりたいだけなのに。白き月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白き月を変えてしまったのか、それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。
間違っているのは白木月の方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。チキショー、数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。ねえ、被害状況は？D ブロック左舷に直撃。幻想系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。エンジン出力低下。このままではクロノブレイクキャノンへのエネルギー供給はストップします。司令、攻撃衛星5機、こちらに突っ込んできます。ダメです。直接来ます。タクト、くそ、やってくれるじゃないか。No! ひとの男に手をお出しでないよ。オルテ、何やってんだろうね、あたしと司令官殿は。あんたの背中は私が守ってやるって言ったろ。さ、目の前の敵に集中し。ハッピートリガー、エルシオール周辺の敵を一掃していきます。タクト、今だ。クロノブレイクキャノンを。エネルギー 100%、 充填完了です。発射準備、照準合わせ。クロノブレイクキャノン発射可能です。黒き月までの距離約3200。目標、黒き月。クロノブレイクキャノン発射。そこに生きる数え切れない人々の未来が救われ
られました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。何、このぐらいどうってことないさ。タクトに無事でよかったよ。あらあら、仲がよろしいですこと。そう思いません、ナフさん。そうね、うらやましいわよね。ま、言いたいやつには言わせときゃいいさ。本当のことだしね。すごい、大人の余裕って感じですね。そうなのですか。さあね、やっぱりこの前の無事で何かあったのか。ダクト、何があったのか教えなさいよ。あ、私も聞きたいです。興味深いです。悪いけど、人に言うようなもんじゃないよ。鶴だよな。つまり、二人だけの秘密にしたいことがあったと認めるわけですよね。これより叙勲の儀を執り行う。まずはタクトマイヤーズ前へ。マイヤーズ、この度は誠に大儀であった。そなたの働きでトランスバール公国は救われたのだ。今日はやけに素直だな。そんなことだろうと思った。実は私も同じことを考えていたところだ。大事な儀式の最中に雑談などしていただいては困りますな、芝陛下。分かっている。先を続けてよいぞ、ルフト宰相。予算がタクト、宰相閣下などと呼ばれるとむずがゆくなるわい。そうだ、私も堅苦しい呼び方をされるのはすかん。それはそうだが、いや、あの場所に再建はせず、この仮設宮殿にそのまま移転しようと思っている。失ったものを取り戻そうとあがいた男がどんな末路をたどったか、この目で見たからな。そうだ、それよりは新たな場所から新たな一歩を踏み出そうと思うのだ。ああ、お取り込み中のところ失礼します。そろそろ式典の続きに戻っていただけませんか。後が使えているんですが。しらじらしくとぼけるな、さっきからいただろうが。パーティーもいいが、任務も忘れるなよ。お前は新たに結成された遠距調査隊の司令なんだからな。また面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。エオニアの掲げていた目的をこの私が実行することになるとは思ってもみなかったがな。うん、私はここに誓おう。広告の未来が万民にとってより良きものとなるよう最大限の努力をすると。
ろしく頼むぞ、マイヤーズ。そなたが元気に帰ってくる日を待っている。そろそろ出発ですね、タクトさん。今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない。まったく、まあタクトらしいといえばらしいけどね。辺境調査は気の長い任務と聞いていますわ。もし途中で退屈になったらいつでも白月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですわ。世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。お世話になりました、タクトさん。タクトさんと過ごすうちに少しずつ自分が変わってきた気がします。俺が付き合えるのもここまでだ。無事を祈ってるぜ、タクト。それはこっちのセリフだ。お前こそ覚悟しておいた方がいいんじゃないか。新しい副官はきっと俺よりも手強いぜ。ま、お前らのことだから心配はしてないがな。そろそろ時間だ。じゃあな、タクト。遅いじゃないですか、マイヤーズ司令。さっきから副司令がお待ちかねでしたよ。はい、出航の許可をお願いします、マイヤーズ司令。エルシオール発進。了解、エルシオール発進します。いや、なんとなくね。タクトと最初に出会った時にはこんなことになるか想像もしてなかったからさ。いや、夢じゃないさ。ずっとそばにいる。タクトが望むならいつまで。ありがとう、タクト。あんたの人生という旅に私も付き合わせてもらうよ。もちろんさ、二人一緒なんだもの。これからもよろしく、タクト。
にょ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 ブロッコリーにょ。現在エネルギー充填 98%。 あと少しです。なぜだ。なぜ白木月の落とし子たちは私の邪魔をする。私は白木月と一つになりたいだけなのに。白木月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白木月を変えてしまったのか、それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白木月の方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。これじゃ指揮ができないぞ。もしもし、エルシオール、エルシオール、タクトさん。大丈夫、タクトさんならきっと。接近中。モショクとの連絡はまだかかかか。エンジェル隊、もっとお願います。通信回復しません。大丈夫だ、ミントならきっと。タクトさん、全速前進。十字方向より攻撃衛星2機。おい、タクト。トリックマスター、攻撃衛星を撃破。
だが、どうしてこっちの糸が。エルシオールに接近する敵をトリックマスターが次々に迎撃しています。タクト、俺ならいけるぜ。エネルギー 100%、 充填完了です。発射準備、照準合わせ。黒き月、クロノブレイクキャノン発射。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは公国の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。それにしてもエルシオールとの通信が途絶えた時は焦ったよ。ミントがいなかったらどうなっていたことか。エルシオールが故障していても通信できたなんて、さすがはトリックマスターですよね。エルシオールとの連携攻撃も巧みでした。いいえ、私からも通信はできない状況でしたわ。え、じゃあどうやってお互いに連絡を取ってたの？私もですわ。タクトさんならきっとこうするだろうと思って動いておりましたの。へえ、素敵じゃない。通信ができなくても二人の心は通じ合ってるのね。そうだったんだ。私、後でラッキースターにもトリックマスターと同じアンテナをつけてもらおうと思ってたのに。機体の構造上、不可能だと思います。それに、黒き月との戦いは終わったんだよ。これ以上誰と戦おうってんだい？あ、それもそうですね。戦いはもう終わったんですもんね。これでもう心配することはありませんわ。タクトさん、帰りましょう。シャトヤン様やシバ王子も私たちの帰還を心待ちになさっていますわよ。
これより叙勲の儀を執り行う。まずはタクトマイヤーズ前へ。マイヤーズ、この度は誠に大儀であった。そなたの働きでトランスバール公国は救われたのだ。今日はやけに素直だな。そんなことだろうと思った。実は私も同じことを考えていたところだ。大事な儀式の最中に雑談などしていただいては困りますな、芝陛下。分かっている。先を続けてよいぞ、ルフト宰相。予算がタクト、宰相閣下などと呼ばれるとむずがよくなるわい。そうだ、私も堅苦しい呼び方をされるのはすかん。それはそうだが、いや、あの場所に再建はせず、この仮設宮殿にそのまま移転しようと思っている。失ったものを取り戻そうとあがいた男がどんな末路をたどったか、この目で見たからな。そうだ、それよりは新たな場所から新たな一歩を踏み出そうと思うのだ。ああ、お取り込み中のところ失礼します。そろそろ式典の続きに戻っていただけませんか。後が疲れているんですが。しらじらしくとぼけるな。さっきからいただろうが。パーティーもいいが、任務も忘れるなよ。お前は新たに結成された辺境調査隊の司令なんだからな。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。エオニアの掲げていた目的をこの私が実行することになるとは思ってもみなかったがな。私はここに誓おう。広告の未来が万民にとってより良きものとなるよう最大限の努力をすると。よろしく頼むぞマイヤーズ。そなたが元気に帰ってくる日を待っている。そろそろ出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない。まったく、まあタクトらしいといえばらしいけどね。タクトさん、またどこかでお会いできた時にはよろしくお願いしますわ。辺境まで出かけて行ってあるかどうかもわからないロストテクノロジーを探すなんて、タクトもほんときつい仕事に疲れてるらしいね。そういうタクトだから心配はしてないさ。あんたならやり遂げるって信じてるよ。短い間に随分成長したもんだね。なんだか嬉しいような寂しいような複雑な気分だよ。お世話になりました、タクトさん。タクトさんと過ごすうちに少しずつ自分が変わってきた気がします。エルシオール、もう見えなくなっちゃったね。正直ちょっと寂しいわね。そうだね、タクトだけじゃなくミントもだからね。私もお名残惜しいですけれど、
もう決めたことですもの。皆さんには本当に感謝していますわ。このことはタクトさんには伝えていないのですか？え、伝えるまでもありませんわ。エルシオール、全システム異常なし。あと1時間でクロノドライブに入ります。了解。これでしばらくトランスバール本勢ともお別れだな。やれやれ、お前は相変わらずだな。いや別に、安心したってことだ。後方より正体不明の機影が急速に接近中。まもなく本艦と接触します。何？まさかエオニア軍の残党か？は？目標の識別ができました。紋章機トリックマスターです。トリックマスターミートさんが。どういうことだ？タクト、お前このことを知ってたのか？トリックマスター本艦と並びました。司令、ミントさんと交信しますか？あ、トリックマスターから通信です。たとえそうであっても言葉が欲しい時だってありますわね、タクトさん。いいえ、ですがタクトさんの考えていることは私にもわかりますわ。それでタクトさん、私がお聞きしたい言葉はまだおっしゃってくださいませんの？はい、ずっとお供いたします。タクトさん、愛してますわ。
ニョ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 ブロッコリーニョ。現在エネルギー充填 98%、 あと少しです。なぜだ。なぜ白き月の落とし子たちは私の邪魔をする。私は白き月と一つになりたいだけなのに。白き月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白き月を変えてしまったのか、それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい、絶対に正しい。間違っているのは白き月の方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。泣いてなんかいないわよ。誰もあんたが死ぬなんて思ってない。
約3200。目標黒き月、クロノブレイクキャノン発射。月は消滅したんですね。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは公国の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。まあ、はっきり言って余裕だったわね。あはははは。うっさいわね。本当に心配したんだから。悪い？やだ、タクトったら。お熱いカップルさんには申し訳ないんだけどさ、そろそろ引き上げないかい？続きは帰ってからね、タクト。そうか、もう出発するか、タクト。そうかの、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。まあ、おかげでこちらは大変じゃがな。クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあ、それもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。これでしばらくは会えなくなるの。名残惜しいが、辺境にはまだエオニア軍の残党がいる可能性もあるからな。
それに黒き月のようなロストテクノロジーがまだ存在しているかもしれない。お前たちにはそれを探索してきてもらいたい。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。見送りに行かなくてよかったの、シヴァ。はい、ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時にはあなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだ分かりません。自由な未来というのは漠然としすぎていて、ですが一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。この戦いは実に多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々、私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ、それは決して忘れてはならないと思います。彼らのために、そしてこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。そろそろ出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。辺境調査は気の長い任務と聞いていますが、もし途中で退屈になったらいつでも白き月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですか。世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。辺境まで出かけていってあるかどうかもわからないロストテクノロジーを探すなんて、タクトも本当きつい仕事に好かれてるらしいね。そういうタクトだから心配はしてないさ。あんたならやり遂げるって信じてるよ。短い間に随分成長したもんだね。なんだか嬉しいような寂しいような複雑な気分だよ。お世話になりました、タクトさん。はい、タクトさんと過ごすうちに少しずつ自分が変わってきた気がします。それじゃね、みんな。あの、タクトさん、ランバのことよろしくお願いしますね。私が面倒を見てあげられないことが心配で。逆でしょ、逆。私がいつあんたに面倒を見てもらったってのよ。そんなことないよ。いつも私がランバのことをフォローしてあげてたんだもん。嘘に決まってるでしょ。ミルフィの言うこといちいち本気にしてたらやってらんないわよ。ああ、ひどい。でもいいもん、控えめな気配りが友情維持の秘訣だもんね。まだ言うか、このこのこの。うわぁ、痛いよ、ランファ。喧嘩、止めなくていいのですか。ほっといておやり。いつもの喧嘩も出発したらしばらくできなくなるんだから。そうですね。
タクト、そろそろ出航の時間だ。行くぞ。ランファ、タクトさん、宇宙インフルエンザなんかにかからないように体には気をつけてくださいね。またお会いできる日を楽しみにしています。辛いこともあるかもしれないけど、あんたたち二人ならきっと乗り越えられるよ。だから思いっきりやっといで。ランファさん、タクトさんとお幸せに。みんなありがとう。私、みんなのためにもタクトと幸せになるからね。うん。ああ、それは別に構わないんだかな。それはそうと。このありさまは一体何なんだ。ここは本当にエルシオールのブリッジか。ええ、確かにエルシオールのブリッジなんですけど、実はその出発前にラウファさんが。どう、素敵でしょこのコーディネート。何が素敵だ。どうしてブリッジがこんな少女趣味丸出しのレースヒラヒラ仕様になってるんだ。決まってるじゃない。これからエルシオールは私とタクトの新居同然になるわけでしょ。だったらやっぱり気分よく暮らしたいじゃない。二人のアイノスなんだもん。あ、アイノス。一応私なりに気を使って敷地を抑えたつもりなんだけど、やっぱりちょっと地味だったかな。そう、ダーリンがそう言ってくれるなら OK ね。私たちの部屋はもう完璧にリフォームしておいたから。何？ここだけじゃないのか。ひょっとして館内全部がこんな感じになってるのか。はい、そうなんです。私たちも必死に止めたんですけど。あとね、エルシオールの名前を変えようと思うの。その名もスウィート戦艦ラブシオール。スイート戦艦？ノンノン、スイートじゃなくてスウィートよ。わかる？どうタクト、気に入ってくれた？ダメだこりゃ。お茶がみたいですから失礼しますね。あ、私も。おい、ちょっと待て。俺も付き合う。置いてかないでくれ。ねえ、タクト、知ってた？私がタクトのこと大好きだってこと。私もタクトが私のこと大好きだってちゃんと知ってるわ。もちろん、タクトと一緒ならたとえ銀河の果てまでだってついていくわ。目が覚めたらタクトのそばで、眠ってる時は夢の中で。どんな時でも愛してる。続いて。
しけそうな時も全てを受け止める勇気をもっと生きてるということは素敵なことだね邪魔をする。私は白キツキと一つになりたいだけなのに。白キツキもなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白キツキを変えてしまったのか。それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白キツキの方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。消えてなくなるがいい。黒き月が攻撃を開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。
被害状況は？ D ブロック左舷に直撃、転送系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できるのか？このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。エンジン出力低下、このままではクロノブレイクキャノンへのエネルギー供給がストップします。タクト、もうダメ、機関砲をやられて出力が上がらない、後方に下がるわ。すみません、私もバランサーが故障しましたわ。戦線を離脱します。了解、援護に向かいます。あとは私とミルフィーだけか。弾幕が薄くなっちまうね。オルテさん、危ない、後ろ。はぁ、畜生、やられた。悪い、ハッピートリガーももう動けないよ。フォルテさん、離脱してください。私だけでもエルシオールを守ります。いえ、大丈夫です、私やります。タクトさん、言いましたよね、諦めたらそこで終わりだって。だから私諦めません。司令、攻撃衛星5機、こちらに突っ込んできます。ダメです、直撃きます。今の攻撃で動力系に致命的なダメージを受けた模様です。電子システム起動停止。なんだと、じゃあここで立ち往生か。アロモ、大丈夫か？くそ、まだも見えねえ。無理です、レーダーもソーダも何一つ効きません。エルシオール、応答願います、返事をしてください。タクトさん、どうしよう、どうしたらいいの。今動けるのは私だけ、私だけになっちゃった。うん、私が何とかしなきゃ。私が、タクトさんが言ってた、私は幸運の女神だって。ラッキースター、あなたも頑張って、私たちでみんなを助けなきゃ。タクトさんの気持ちに応えたいの。お願い、ラッキースター、私に力を貸して、私の一生分の幸運を全部使ってもいいから。だから、だから、お願い、今だけは私を幸運の女神に。ミルフィーの力か。これは何なんだ、何が起こった。わかりません、急に全システムが復旧して、とてつもないエネルギーが計測されています。クロノブレイクキャノンも一瞬でチャージが完了しました。あるわけか。おい、タクト、お前なんでこの状況で落ち着いていられるんだ。はあ、了解、クロノブレイクキャノン発射準備。黒き月、クロノブレイクキャノン発射。
終わったな。やったやった、私たちの大勝利よ。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。いえ、そんな。いえ、私はタクトさんが無事なだけでよかった。ラッキースターからの応答ありません。ラッキースターエンジン停止。そうか、もう出発するか、タクト。そうかの、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。うん、皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。まあおかげでこちらは大変じゃがな、クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。決心は変わらんのか、タクト。今後のためにぜひお前の力を貸してほしかったのじゃが。そうか、ではもう何も言うまい。達者でな、タクト。見送りに行かなくてよかったの、シバ。はい、ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時にはあなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは漠然としすぎていて、ですが一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々、私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ。それは決して忘れてはならないと思います。彼らのために、そしてこれからを生きる人々のために、
この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。みんな、わざわざ見送りに来てくれてどうもありがとう。本当に行ってしまわれるんですの？私たちも白き月もミルフィさんのおかげで助かったというのに。ありがとう、ミント。でも私は紋章機を動かせなくなっちゃったんだもん。だからってエンジェル隊をやめることはないじゃない。もう決めたことだから。それに紋章機を動かせなくなったのと一緒に極端な運もなくなっちゃったみたいなの。なんだかこれからは普通にうまくやっていけそうな気がするんだ。普通にうまくってちょっと変かな。ミルフィーならどこに行ってもうまくやれるよ。エンジェル隊のことは心配いらない。あんたの分までしっかり働いてみせるからさ。はい、フォルテさん、今までありがとうございました。落ち着いたら連絡をください。うん、バニラ、楽しみに待ってて。ミルフィーさん、シャトヤーン様からメッセージをお預かりしています。いつでも遊びにいらっしゃい。白き月はいつでもあなたを歓迎しますとのことです。シャトヤーン様、ありがとう。必ず遊びに行きますってお伝えしてちょうだい。ミルフィ、本当に元気でね。ランファ、そんなに悲しまないで。二度と会えなくなるわけじゃないんだし。悲しくなんかないわよ。むしろあんたとの腐れ縁が切れて先生してるくらいよ。たく素直じゃないね、ランファは。ミルフィーさん、そろそろ時間が。あ、もうシャトルが出る時間だわ。早く行かなきゃ。お名残惜しいですが、さよならですわ。元気でやるんだよ、ミルフィー。今までお世話になりました。絶対に連絡よこしなさいよ。そうじゃなかったら宇宙の果てまで追いかけてでもぶん殴ってやるんだから。うん、分かってる。みんなも元気でね。それじゃあ。あ、ミルフィーさん、ちょっといいですか？え、何？宇宙クジラからの伝言を忘れるところでした。幸せは思いのほかすぐにあなたの前に現れるだろう、だそうですよ。え、幸せって？あ、いけない、本当に乗り遅れちゃう。それじゃあみんな、さようなら。やれやれ、最後まで慌ただしい子だね、ミルフィーは。強運のおかげでいろいろ振り回されもしましたけど、今となってはいい思い出ですわね。ミルフィーさんはなぜ極端な運の波がなくなってしまったのでしょう。さあ、やはり紋章機を動かす力を失ったことと何か関係があるのでしょうか。さてね、ただこれだけは言えることがあるよ。運ってのは人間の力でコントロールできるようなもんじゃない。そんなことがあっちゃいけないものなんだ。でもミルフィーはたった一度そのやってはいけないことをやった。だから力を失ったんじゃないかね。そうなのかもしれません。でもこれで良かったのかも。あの子、自分の強運を内心では嫌がっていたから。それに運が味方しなくたってミルフィーならどこに行っても幸せに暮らしていけるわ。
バスが行っちゃった。ダチの差だったのにな。次のバスが来るのは、へえ、3時間後ついてないな。って、そっか、もうついてるついてないは関係ないのよね。はぁ、タクトさんは今頃どうしてるのかな。うん、さてと、バスが来るまでお茶でも飲んでよっと。え？タクトさん、どうして？え？あ、はい。え？タクトさん。はい。もちろんです。行きます、私。どこまでもついていきます。エネルギー 100% 充填完了です。発射準備、照準合わせ。クロノブレースキャノン発射可能です。黒き月
標黒き月クロノブレイクキャノン発射して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。お役に立ててよかったです。ほっとしました。そうか、もう出発するか、タクト。そうかの、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。うん、皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。まあおかげでこちらは大変じゃがな、クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。これでしばらくは会えなくなるの、名残惜しいが。辺境にはまだエオニア軍の残党がいる可能性もあるからな。それに黒き月のようなロストテクノロジーがまだ存在しているかもしれん。お前たちにはそれを探索してきてもらいたい。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。見送りに行かなくてよかったの、シバ。はい、ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時にはあなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは
然としすぎていて、ですが一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。この戦いは実に多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々、私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ、それは決して忘れてはならないと思います。彼らのために、そしてこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。笑顔がぎこちないぞ。決まってるだろう。あいつらの本来の任務は白き月の護衛だ。騒動が収まればそれに復帰するのが当然だろう。任務が変われば付き合いもそこまでさ。それはお前自身がよく分かっているはずだろう。軍人としてお前の判断は間違ってない。任務に私情を挟むのは禁物だ。一時の気の迷いだ。すぐ忘れるさ。やめろ、気持ち悪い。ま、所詮縁がなかったということだ。
にょ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 、ブロッコリーにょ。